はい、どうも、アットです。今日はですね、日曜日に行われます、中京記念の枠順決定後の予想をしていきます。まあ、注目のルージュスティリアが、大外枠に行ってですね、まあ、内枠にある程度先行馬が、まあ、揃ったかなという印象ですね。と、その前にまずこちらをご覧ください。まず今週のブログですね、土曜日分。重賞は狙いんですけども、まあ、ここ最近ね、調子のいい、自信のある平場予想を、やっていきます。じゃあ結果はどうなってるんだってお話なんですけども、プソムカップですね、推奨馬7番人気ルージュエバイが2着になって、馬連ワイド的中しましたよと、真ん中ですね。まあ、帝王賞ですね、クランプライド対抗2着になって、馬連2000分的中と。で、ジャパンダットダービーですね、僕が、今年一番自信あると言った、ミックファイヤーのですね、単勝現地まで行って、5万円突っ込んで的中しましたよと。で、まあ、昨年ですね。まあ、コースは違うんですけども、まあ、このレースね、10番人気カテドラルを本命にしてですね、まあ、2着になったという、実績もあります。じゃあ、この紙ブログはどこにあるんだってお話なんですけども、概要欄からぜひお願いします。基本的には前日の夜、金曜日の今回だと10時までには、更新しておきますので、ぜひね、ブログお気に入り、ブックマーク、登録していただけたら嬉しいです。必ず皆様に有益な情報をお届けいたします。はい、じゃあ先週を振り返らせてください。先週は函館記念がございました。まさかのガッチガチのレースでしたね。まあ、僕はですね、ルビーカサブランカとスカーフェイスから、まあ、買ったんですけども、まあ、残念ながらね、ちょっとローシャンパークを入れてなかったんですが、まあね、ハンデ戦の一番人気をね、入れてたところでね、配当はまあ知れてるんで仕方なかったかなと思いますね。まあ、ローシャンパークがこんなに強いとは正直思いませんでしたね。まあ、ガッチガチの決着だったので、アナトーには正直出番はなかったです。はい、ではこちらのデータをご覧ください。中京記念ですね。過去10年分のデータですね。人気別は、ま、こんな感じになって、ハンデ戦らしく荒れると。で、年齢別はね、なぜか4歳だけ、ピンポイントで成績良くないです。で、まあ、こっからはですね、中京で行われた過去7年分のデータなんですけども、まあ、見てもらえばわかる通り、ある程度ね、やっぱり外が有利なんですよ。で、客室で言えば逃げ馬が壊滅的で、差し追い込みがある程度数字がいいというデータになっております。はい、では詳しく解説していきます。はい、ルージュスティリアですね。まあ、正直言って、いい枠に入ったと思います。そもそもね、まず中京戦六自体が別に外枠ダメってわけではないですし、ローカル競馬場の夏競馬の重賞に限って結構言えることなんですけども、馬の力が拮抗してて、で、なおかつね、開催が進んで馬場がね、結構悪くなってることあるんですよ。まさにね、先週の函館記念がそうだったんですよ。ってことで、やっぱりね、外枠のね、差し馬が結構活躍するんですよ、夏競馬の重賞って。ってなった時に、まあ、ルージュスティリアは正直外引けたのはいいと。まあ、ただですね、僕はもう何度も言うように、ハンデ戦でね、一番人気を本命にしたくないんですよ。嫌な思いを過去にしたんで。ってことで、評価上げて、まあ、3番手までですね、で、中京経験もあってね、川田騎手が乗るのは良くて、まあ、金量もね、53キロですし、まあ全然買ってもいいかなと思いますね。で、お次が、まあディビーナですが、まあビクトリアマイルはね、アワヤというところまで行ったんですけども、まあもともとね、この中京がですね、過去5回走って4勝ですか。で、まあ4走前でですね、一番人気で4着になって飛んでますけどもね、なんかすごい、めちゃめちゃ大外をね、回ってしまって、まあ、ちょっとね、馬がダメだったのかどうかわかんないんですけども、4着です。ただね、ディビーナ、それ以外はね、中京4戦4勝なんで、中京校舎なんですよね。で、まあ差し馬じゃないですか。まあ全然勝ってもいいと。まあ、ただね、あんまりね、人気のデムーロ騎手をね、そんなに、信頼しても良くないなと思って、まあね、3、4年前ぐらいのデムーロ騎手だったらね、まあこういうのをバンバン持ってきたんでしょうが、まあね、デムーロ騎手は今はね、僕は穴人気で買うジョッキーだと思ってるんで、ちょっとね、本命にするのは違うかなって感じですね。で、まあ、鳳凰アマゾンは、まあ、馬はいいとしてですね、前回動画でも言わせてもらったんですけども、もう、鞍上の状態がね、もう、点々点って感じなんで、はい。ちょっとね、当分、この鞍上がね、乗る馬は買いたくないなと思ってるんですよね。じゃあね、他にお前何穴馬を狙うんだって言われましたら、まあ、今回ね、比較的、まあ、例えば、シュリとか、まあ、アドマイヤベルコとか、まあ、セルバーグとか、内枠にね、そう、まあ、穴子さんもそうですけども、内枠に結構ね、逃げ先行馬が集まったんですよ。で、さっきもデータで出したように、差し馬がこのレース強いんですよね。で、夏競馬は外枠がある程度活躍すると。ってなった時に、やっぱり狙うは外枠の差し馬なんですよね。ってことで、まず1頭目が、ベジャールですね。まあ、この馬はですね、前回の動画でも言ったんですけども、あとね、この中京記念の特徴として、馬体重が500キロ以上ある馬が強いんですよ。で、まあ、今回ね、そんなにいなくて、で、なおかつ、
差し馬がいいと。でベジャールが前走ですね先行してダートで勝ってるんですけども、2走前ですねこの時って追い込んで3着来てるじゃないですか。だから芝に戻ったら僕はね後ろに下げると思ってるんですよ。で鞍上がですね今若手ですごく乗れてる菅原騎手っていうのもいいですよね。ということで、ベジャールが熱いと。でまあここまではね前回お話しした通りなんですけども、今回のもう一頭がね本当にちょっととっておきで、多分ね競馬 YouTuber で僕ぐらいしか印売ってないと思います。狙いたいのはその2、カイザーミノルです。いやいやいや、お前いくらなんでもそれ逆張りが過ぎるだろうってね思うかもしれないんですけども、現在最下位人気予想ですが、それは妥当だと思います。ただそれはちゃんと理由がありまして、これがねカイザーミノルの前成績なんですけど、もともとはね実力のある馬で金層はねちょっと凡走してるんですけども、このね着差を見ると、そんなにね1秒以上負けたっていうのがそんなにないんですよ。前走がねちょっと結構大負けしたんですけど、それ以外ってなんていうんですかね、1秒以内で惨敗してるレースなんですよね。でこの馬って中京戦六の成績が良くて、今年の中京のですね金牌、中京の 1600m ですね、上がり3位で 0.3 秒差の5着に来てるんですよ。で去年のこの同じレース中京の1600ですね3着に来てるんですよ。中京の 1600m ならめちゃめちゃ高走する可能性この馬高いんですよね。っていうですね、中京1600校舎なんですよ。で、あと、鞍上がね、この横山典弘騎手、客室見てもらえれば分かる通り、今回ね、おそらく、いわゆる殿下の方と後方ポツンを発動すると思います。でも僕ね、それでいいと思うんですよ、今回。どうせ人気ないですし。で、展開はね、僕はある程度早くなって、で、最初にも言ったようにですね、外枠の差し馬がいいと。ってなった時に、無欲の追い込み、横山典弘騎手のですね、その天の尺がですね、いい方向に働くんじゃないかということで、超穴馬はカイザーミノルですね。本当にハマれば面白いと思いますよ。だから3走前ぐらいやれれば、もしかしたらね、大外からぶっ飛んでくるかもしれないんですよね。で、それで最下位人気ですよね。それは最下位人気は仕方ないんですけども、冗談抜きでね、これ、目立ちたいとかそういったわけじゃなくて、本当にカイザーミノル、一発あると思いますよ。展開さえ早くなれば。はい。本当にね、勝ち負けこだわらずに、とにかくね、多分最高峰から行くんでしょうけど、それでいいと思います、今回は。人気ないんで。ってことで、外枠の差し馬が熱いカイザーミノルを、穴馬に抑えたいですね、って感じです。で、あとが、前回の動画でもですね、お話しした、サブライムアンセも、別に買ってもいいんですけどもね、やっぱりね、別にそんなに特筆すべき点がね、そんなにないと思ってて、もっと枠がね、例えば外に行ったら、外枠の差し馬なんですけども、真ん中枠なんでね、可もなく不可もなくって感じなんで、特にね、前回からプラスにする材料がね、見当たらないんで、おすすめにはあげませんでしたよと。で、内枠で1頭を狙うんだったら、バリアメンテですね。去年とね、コースは違うんですけども、去年ね、このレース西村騎手が勝ってるんですよ。で、ほぼね、1年の休み明けなんですけども、鉄砲実績が2000なんですよ。休み明けでも全然走れますよと。コースは違うんですけども、このレースをですね、勝ってるということで、相性がいいんじゃないかというですね、ちょっとオカルトも入っちゃうんですけども、そうですね、内枠で狙うんだったら、この馬ぐらいですね、なんなら今回ね、ちょっと内枠全部切ってもいいぐらいで狙いたい穴馬がですね、本当に、例えばカイザーミノルとかベジャールもそうなんですけども、外に固まったんで、どうですかね、外枠ボックスとかの買い方もありかなと、今回限りは思っております。はい、ということですね。今回はこれで以上になります。また明日はですね、最終見解になりますんで、お願いいたします。あとですね、最終見解はブログに貼っておきますんで、ぜひお気に入りブックマークしていただけたら嬉しいです。概要欄からぜひお願いします。はい、本日はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。